は野田チャンネル。はい、どうも、どうも、QW。ちょうだい、ありがとうございます。じゃあ、ゲッパーということで、ですね、もう それも映らないぐらい近いということですね。今回は、ドラゴンボールウェハ、ドラゴンボールスーパーですかね。スーパー、ドラゴンボール超、ドラゴンスーパー超戦士ウェハース、天下無敵の京都ってことですね。もう最近のドラゴンボール、俺にはちょっとさっぱりわからないんですけども、髪の毛が青く水色になってる時点でちょっともうわからなくなっちゃって、指定コンビの新たな覚醒ゴットレア収録エボリューションゴットレアだってよ。まあこれもよくわからないんですけども、開けたらわかるのかなということで、こうね感じで、ガンマ1号&2号みたいなね、もうその時点でちょっともうわからないんですけども、とりあえず買いましたんで開けたいと思いますね。はい、まあ一発目ちょっとどうだろうね。これまた俺ね、このパーカーの上でやってます。お、ウェハースです。ね、いつも通りこう紙余りですね。ウェハース小さいですね。行きましょうか、行きましょう。どう、何これ、ヤコン、ヤコソじゃないよねこれね、ヤコンだよね。でも光ってますねこれね。これ何なんでしょうか。これ何、これ N ノーマル、ノーマルですか。まあまあヤコンって書いてあるしね。栽培マン的な、ちょっとあのドラクエのモンスターみたいな感じもありますね。はい、ヤコン、ヤコンね。はい、まあまあまあトップバッターとしてはね、まあしゃあないよね。はい、行きましょうか。あ、こうなんかこぼれて。いや。さあ行きましょう。2発目、ドンドン。なんだこれ、ブルマ。ブルマです。チャラヘッチャラ。ね、トラック48。あ、こんなシーンあったかもしれない。びっくりしちゃってるやつ。ね。これなんですか、これ。お、レアですかね。R。R ですね。チャラヘッチャラ。ね。ということで、こちら。はい、そしてまたじゃあ次行きましょうか。3枚目オープン、いきますよ。どうだ、あーっと、これもチャラヘッチャラの、あのピッコロさん修行してる時かな、ね、ドラゴンボール Z の、ね、怪獣に食われそうになってるやつ、走って逃げてるやつ、これもなんかかぶってますね、若干ね。これも、R レアですね。テレビアニメーションミュージックコレクションってことです ね、 これね。はい、まあヤコンよりかいいかな。しかもこれ知ってるシーンっていうのがね、もうお菓子の粉が、来ております。さあ、3つ出まして、じゃあ次行きましょうか。出ないねこれね、このすごいやつ、すげえぞってやつ出ないですね。どうでしょうか、出ますかね。ドン、出た、なにこれ、ぷいぷい、これマジンブーの感じのやつ。あ、でもこういうのいたのかもしれない、覚えてないけど。このノーマル、ほらバビディの手下、このなんかさ、なんかジョウロみたいな吸い取るやつとかをやってたやつなのかな。もう全然覚えてないですね、何回過ぎて。はいね、でもビビディバビディブーで、チチンとプイプイがいたのかもしれないね。わかんないけど、っていうかそんな細かいキャラクターまで入れなきゃダメ、あ、しかもほら見てください、プイプイとヤコンが並んでるよ。マジか、チャラヘッチャラシリーズ多いね。マジか、シークレットとかあるじゃん。うわ、シークレットか、あたりは。さあ、最後の1個ですよ。オープン。あー、出てください。出てくださいよ。あんまり先に映しちゃうというのがね。はい、132円ですね。値段も上がりました。いきますよ、ちなみにしますか。お、マジンブー&バービディー。ということは、これはちょっと光ってるから。あ、ノーマルだって。
あら、ノーマルか。ということで、魔人ブー編の人が多かったっていうね、いう感じでしょうか。なんかあんまりだな、あんまりだな、せっかく買ったのにあんまりだなっていうことで、以上です。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。俺は100円ライターが一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。うまくない、俺は100円ライター、あいつじゃないと。ライターライターオーマイライター、ライターライター100円ライター。